電車の中でタバコを吸いながら寝そべっていたチンピラを注意した高校生が返り討ちにされ、全治不詳の重体、しかも周囲の人は見てるだけだったという事件がありました。ひろゆきさん、以前電車の中で変な人がいたら撮影して YouTube にアップするとおっしゃってましたが、人目を気にしないタイプの人間に対しては抑止力にならないと思います。このようなタイプの人間に傍若無人にさせないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。筋肉もりもりの変態のほかはないのでしょうか。前にその小田急線かなんかでジョーカーの格好をした人が火つけて包丁を持ってるっていう時に、そこら辺の若いやつ焚きつけて倒せばいいんじゃねえのっていうのを僕言ったんですけど、で同じようなことを言ったのが長嶋一茂さんだったと思うんですけど、で僕そういう文化にした方がいいと思うんですよね。なんかその高校生が返り討ちにされたやつとかでも、そのおかしな人には近寄らない方がいいよねとか、そのなんか触らぬ神にはたたりなしみたいな、その悪いことやってるやつがほっとくのが正しいよねっていう価値観をなんか多数派として作るのって僕間違いだと思うんですよね。別にその個人としては、いやいやいや怖いじゃん怖いじゃん俺逃げるよは全然いいと思うんですよ。それは個人として思ってるのは。ただそれが正しいよね、当たり前だよねっていうのって社会がどんどん悪くなると思うんですよね。なので、いや立ち向かうべきだよね、立ち向かった高校生すごいよねっていう話にすべきだと思うんですよ。なので、なんかその高校生が出てきて、なんか治療費お金かかりますとか言って銀行口座出してくれたら僕多分振り込むと思います。なので、ちゃんといいことをした人は、俺いいことしたんだけどすげえ損しました、お金くださいって言ってくれた方が多分社会回ると思うんですよね。で、そうしたらじゃあお金入りますだったら、じゃあ他の高校生とかも、俺もじゃあ悪いやつ見たら注意するわってなるじゃないですか。で、怪我しました、お金くださいって言ったら多分またお金かける人もいるので、っていう形で僕は社会が良くなると思うので、なので、高校生がそういうのにこう立ち向かう方が良くないみたいな世論を作る人たちっていうのは社会を悪くしようとしてるのかなというふうに僕は思ってたりします。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。